おはようございます。原沢です。今日は電用、もうじきお仕事で、これ持ち出してする仕事があるので、今日は久々に半年ぶりぐらいかな、ちょっと電用かかるかどうかやってみようと思います。バッテリーが上がってなきゃいいんだけどね。いきます。全然大丈夫ですね。時間で 1.8 時間しかまだ使ってない。ピカピカです。それとね、今回が、ちょっとこれは私の練習用の鉄骨ですけど、こういう四角い角パイに、これちょっと熱いけど、こんなに熱くないけど、こう鉄板を取り付けるっていう作業なんで、ちょっとそれも合わせてやってみようと思います。これも実際もうちょっと熱いかもしれないけどね、熱ければ熱くて楽なんだけど、線形 3.2 でやろうかな。で、今回ね、この相手が角パイなんで、普通のこのアースのクランプ、まあこういう風につかめりゃいいんですけど、そういう構造物でなかったので、これを買ってみました。回すと、貼り付くマグネットのアースホルダーみたいなやつ。で、ここに、これを、こういう風にすれば明日出るんじゃないかと思って。うん、もうちょっと下げてもいいかもな。で、もう一列ぐらい乗せるか。下手だな。
まあ外れなければ。そして今回この溶接をする他に、既存の、ものを剥離取ってきれいにするっていう作業もあるので、これを取ってみたいと思います。あなたはちょっといいな。結構綺麗になりますね。ここであとペンキ塗って仕上げる。はい、出来上がり。じゃああと何度か練習して本番に備えます。よし。
よし、もういっか。終わり。熱い。とりあえず動くのが確認できたので、はい、本番に備えます。